さあ、はい、ちょっとアラフォーにはねきついんですよこのダンスが。はい、行きましょうか。はい、平均年齢49歳。ダンスのキレより息のキレ、ミニスカートもみんなで履けば怖くない、アラフォーアイドルユニット私たち悪女時代です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、ほんとね、お久しぶりーふ、1年ぶり、うん、1年ぶりに福山やってまいりました。本当ですね。今年も福山アニメ出演させていただくことができました。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、見ての通りね、うん、私たち昭和のアニメを育ってきた、あの、見て育った軍団なんですよ。そうそう。今日ね、今日もしかして初めて私たちを目の当たりって言ったらちょっと怖いもん。私ともいるかもしれませんので、うんうん、ちょっちゅここらで自己紹介やっちゃったりなんかしちゃったりしちゃったりしちゃいます。はい、じゃあやってみまんもす。はい、はい、じゃあみちょぱ。はい、はい、会員ナンバー22番福山支部担当、激辛大好きみちほです。みちほ。はい、会員ナンバー19番、去年 6000m 砲に登場しましたマスタとみぐそです。ゴーゴーマスター。はい、会員ナンバー28番、小道具担当、元ヤンに見られるしげゆかです。パラリラパラリラ。はい、会員ナンバー11番、あなたのハートを癒します、ほよよん担当、みこちゃんです。ほよよん。はい、会員ナンバー39番、ママさんバレー担当、みるみるデイさんです。アタック。うんちゃ。こんにちは、ワインかぼちゃ、ワイン、会員ナンバー21番、親父ギャグ担当、さやかーるです。どういうこと？そういうこと。どういうことって、まあ油かし引いとるよ。いやいや、戻ってきて、どん引きどうするの。まあこんな感じで、うん、なんか、はい、まあこういつもはね、だいたい悪女時代、そうですね、14、5、6、7、8、9、20人。はい、ね、今日はね、この濃い6名のメンバーで盛り上がっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、ではですね、続いてのね曲をね少しね、ご紹介していきたいと思います。アニメですので、皆さんね、今日もね鬼滅の刃のコスチューム着た方とかいろいろねたくさん、あの、いたんですけれども、私たちやっぱりアラフォーということでね、まあ、昭和のね、アニメの曲をちょっと今日はチョイスしてきました。はい、皆さんタッチってご存知ですか？あ、よかった。あ、手が上がらない人は平成生まれもしかしてね。はい、知ってるよね。はい、このねタッチ、あ、上がってた。はい、タッチの曲をね、これからねしていきたいと思います。それでは、はい、ではお願いします。タッチ。真剣な目をしたから、そこから何も聞けなくなるの、星屑ロンリーで、きっと愛する人を大切にして知らずに臆病なので、落ちた涙も見ないふり、すれ違いや回り道を、あと何回過ぎたら
ラゴリアと申します。普通の可愛い巨乳です。腕は脇へそ毛は濃い目です。ミキですね。大丈夫ですか。はい、じゃあね。ちょっとね。全然息なんか切れてないよ。切れてないですね。全然余裕っすよ。はい、切れてない。切れてない。はい、ということでね、まだ息が上がってるあの最中なんですけど、今日はですね、今ここに一人ね、わお、見かけない、わお、顔がやってきました。見かけない。はい、福山支部なんですけれども、全力広島応援隊福山支部というのが ありまして、3月から活動をスタートしてるんですけど、今回のこのコロナの影響でレッスンがちょっとお休みになって中断してしまって、なかなかこうデビューするのがね難しくって、伸び伸びになってしまいました。そして今回ですね、初めて福山支部、全力広島応援隊福山支部の一人のメンバーが今日ここでお披露目となります。すごい、はい、ではですね、ちょっとね、はい、自己紹介をね、うん、してもらおうと思います。楽しみだな、はい、私たちもね、今日初めて実はお会いするんだよね、うん、そうそう、はい、はい、チャックウィルソン、チャックウィルソン、はい、どうぞ。皆様、こにゃにゃちは来たさあ、カールと同じタイプだはい、広島全力応援隊福山支部お笑い担当やらせていただきます、はい、れいこちゃんでございます。はい、れいこちゃん、はい、終わり終わり、はい、はい、ということでね、れいこちゃんです。これからですね、ちょいちょいこうれいこちゃんも全力広島応援隊として、登場してくると思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。そして、福山支部はですね、他にもですね、何人かいて、これからおいおいね、皆さんにお披露目できる日が来るんじゃないかなと思っておりますので、はい、はい、楽しみに待っていていただきたいなと思います。なんか緊張してない感じがするんですよね。本当にね、やっぱりここはね、うん、年の効果かしら。本当ですね。ガチガチ。ね、はい、なんかリラックスしていらっしゃって。うん、はい、ね、まあ、せっかくなんで、うん、今日は福山アニメ。うん、なんかね、さっきもね、言ってらっしゃいましたよ。鬼滅の刃のコスチュームの方もいっぱいいますよ。はい。鬼滅の刃ね、今流行りですよ。そう。まあ、私たちも鬼といえばもう渡る世間は鬼ばかりよ。そう。その世代ですから。そうよね。はい、ね、なんでせっかくなんで、まあ、私たちが好きだったアニメを、うん、ちょっとヤングにはわからないかもしれないけれども、うんうんうん、ちょっと聞いてみたいなと思っちゃったりして。はい。じゃあちょっと聞いてみましょうか。はい。はい。じゃあみこちゃんからお願いします。あ、はい。あ、私魔法が使いたかったんですよ。え、ちょっと待って。ちょっとよく聞こえないんですけど。魔法が使いたかった。はい、なので私魔女っ子チックル、チックルじゃないよ、メグちゃんメグちゃん知ってます？あ、手が上がった。あ、知ってた魔女っ子メグちゃんが好きだった。はい、ありがとうございます。ではミーさんお願いします。はい、一つ目、はい、あ、銀河鉄道スリーライン、見えてる見えてる。今日福山駅前シネマにて、7時半上映になっております。あ、そうなんですね、はい、へー、メーテル、はい、2つ目は、はい、皆さん
知ってる方はご唱和ください。せーの、はい。さらば地球よ、じゃ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 、旅立つ船はじゃ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 、宇宙戦艦じゃ、止めてください。いや、聞いておこうかな思って、うん、はい、ヤマトですね。はい、はい、もうね、定番去年もやってね、すごい評判が良かったし、うん、まあ、世代ですよ、多分世代の方いっぱいいらっしゃいますよ。そうそうそう、こう乗ってましたしね。はい、うん、はい、じゃあ次、はい、みちょぱさんは。はい、私はですね、あのスポコンドラマの中で懐かしいこれです。プロサルファーゴルじゃなくてプロゴルファーサル。プロゴルファーサルね。プロゴルファーレイコっていうのもありますよね。あ、ありましたね。あれドラマ、ドラマ、うんうんうん、アニメじゃないわ、が好きです、はい、あの旗落としとかしたかった。旗落としね、うん、分かる人にしてます。分かる分かる。よかった。え、じゃあミルさんは、いきなりガチ。私に来るの。ちょっとさっき出た中では新しい目なんですけど、私風の谷のナウシカがすごい好きで、もうね、何回もこう見てセリフを覚えるぐらい見たんですよ。へえ、はい、なんか一つじゃあいいですか、はい、いいですか、やっていいですか、はい。ランランダダランダンダン、そっちで来た。ランランダダラン、セリフじゃないじゃん。ランランダダランダンダンダダランダダラン。はい、じゃあ鈴鹿さん、花の子ルンルン。花の子ルンルン、花の子ルンルン、ね、知ってます。キャンディキャンディ、キャンディキャンディ、アライグマラスカル。あー、懐かしい。カメ、ね、可愛いのばっかり。可愛いのばっかり、ね、そうばっかり。分かる、分かる人には分かる。聞いてほら、クスクス笑ってるもんだって。ね、本当は笑いたいんだもんだって。私はね、もうね、やっぱりマイチングマツコ先生。ああ、ありましたね。マイチング、マイチング、マイチング、ね、もう今放送したら大変なことよ。大変大変、ちょっと刺激が強いよね。そう、うん、はい、じゃあレコちゃん聞いてみようかな、うん、レコちゃんは。はい、やっぱりあられちゃんですかね。うんじゃ、うんじゃ、あられちゃん、うん、はい、もううんち持って歩いてました。うんち持って歩いてたんかい。リアルな。はい、ね、そんなわけでね、うん、私たち、そう、まあね、世代かなっていう方は分かってくださると思うんですけれども ね、うんうんうん、はい、もうなんかまだ喋ってたいんですけど、そろそろ最後の曲。はい、最後の曲、もっと言って。もう一回言って、せーの、最後の曲になりました。うわー、ありがとうございます、ね、私たちにも温かい、福山のこと温かい、ありがとうございます、ね、ということで、最後の曲はですね、私たち全力広島応援隊といいまして、あ、みんな今ね、お揃いの T シャツを着てるんですけれども、2年前の西日本豪雨災害の時にチャリティー CD を出させていただきました。その337拍子という応援歌をですね、最後に玲子ちゃんと初めて一緒にね、踊って歌いたいと思います、はい、初です。はい、日頃ね、なんかストレスを抱えてらっしゃる皆様に今日は元気をお届けに参りました、うん、はい、なので一緒に聴いて元気になってください。はい、はい、ではスタンバイしましょう、はい、スタンバイしましょうか、はい、はい。